どうもカマです。ティンバーボーンアイアンティース編実況パート9やっていきましょう。はい、こちらですね、前回作りました超ロングダム、マップ端をですね、がっつり堤防で塞ぎまして、水を溜めています。まあ広さはあるけれどもね、ちょっと浅いので多分見た目ほど水は溜まっていないかなっていうのが正直なところではありますね。ただ、まだね、これは拡張する予定があるので、あとね、爆薬でちょっと削っていけばいいかなっていうのもあるんで、はい、今後もね、ここは活用していきたいと思ってます。あと今回ね、やりたいことがありまして、木をいっぱい植えたいです。エンジンを動かすのにも堤防を作るにも、まずはやっぱりね、大量の木が必要なので、木をたくさん植林してね、それを刈り取って丸太を大量生産する地区を新しく作ろうかと思います。この辺りですかね、ここら辺の緑地に新地区を作っていこうかなと思います。じゃあやっていきましょう。まずは最初にですね、新地区の前にここのロングダムをさらに高くしていこうかな。もう一段ね、いけるので、こんな感じで、よっ、はい、はっ、よっと、うん、あー、遠すぎるって出るんだな。これはなんでだ、高さが高すぎるからなのかな。なるほど、高さ2まではいけるんだな。でも高さ3になると無理ですと。ふーん、そういうことね。だとしたら、あれだな、端っこからちょっとずつ作っていくしかないよね、きっとね。こうして、階段をはいはいって渡してあげると。こうすれば多分こっちもいけると思うんだけどな。でもさ、うちのビーバーたちちょっとね、後先考えないからさ。先にここ作っちゃうんだよね。ダメだって。先に作るの、奥の方から作ろうよ。どうしようかな。優先度を決定してあげればいいのか？とても高い、高い、普通、低い、とても低い？こんな感じで5個ずつ？これめんどいなぁ。かといって、このために足場をね、もう一個下にずらって作るのも、ちょっとおかしいしね。本末転倒だしね。これなんかカラフルでいいな。まあ、これでやっていくしかないかな。はい、そして新築の準備をしていこうか。新築はね、ビーバリーヒルズの方からやっていきましょう。はい、こうやって道を伸ばして、ここら辺に新しい地区を作ろう。はい。で、あ、そっか、ゲートか。ゲートで隔てないといけないので、どうしようかな。一旦ここら辺。はい。で、こうやってつなげると。うん。もう名前つけちゃおう。たくさん植林するので、ビバ森。言いやすいでしょ、ビバ森。で、ビバ森に荷下ろし場を、設置します。この枯れ木が邪魔だなぁ。めちゃめちゃ。この辺りにしようか。で、また、丸太を大量に、あれ？機能してないルートがあります。あー、そっか。まだここの階段ができてないからか。まあまあいいでしょう。はいはい。階段すぐね、作りますんで。丸太をたくさん運ぶのと、あとは、ベリー、パンだな。パン。板。よし。オッケー。さあみんな、仕事の時間だ。泳いでるなぁ。すごいいっぱいいる。ビート板で練習している小学生みたい。あれ？階段できたけど、ビーバーは物資を配給できませんって出てくる。なんでだっけ？あ、そっか、こっちもあった。
これもあったわ。だからかーい。そうか。ここの階段をどうにかこうにかしなきゃいけねえのか。あ、じゃあ、こっから作ろう。ここの裏からアクセスできるようにするといいよね。どうしようかな。ここら辺からこうかな。こうして、こうか。ゲートをここに作って、確か、建設は地区関係なくね、近くのビーバーがやってくれるはずだから、これでもこの階段と足場は作ってくれるはずですか？あ、来た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 。はいはい。OK ですね。配給来たー頼もしいぜー。おしおし。じゃあ、配給も始まったことですし、違うか。地区に送り出そう。ビバ森にですね、大人を4匹移住だ。で、まずは水が欲しいな。給水ポンプを1つ作りましょうか。場所はどうしようかな。まあ、別に、後から帰ればいいからね。ここに置いとこう。で、木こりの起点を1つ、とりあえず置いて、2個ぐらい置いとく。この枯れ木をね、伐採しましょう。丸太もね、ゲットできるから一石二鳥です。よし。全部やりましたね。OK だね。綺麗になりました。じゃあ次。木こりの起点は一旦全部お休みにして、森番の詰所ですね。作りましょう。詰所一つでカバーできる範囲って、あ、結構でかいか。橋渡せば対岸も行けるね。まあでも横にこの地区広いから、左側と右側で分担分けましょうか。じゃあまずは左側分ということで、ここに一つ。で、早速、樹木を植えるぞ。メープルでいいだろう。ベロンと行こう、ベロンと。はい。すごい。メープルの森。さすがビバ森。すごいな。森場の詰所1個じゃ無理な気がしてきたな。これ2個ぐらいないと回んないね。もう1個作ろう。はい。ここはしばらくこれでいいかな。また、ビーバリーヒルズのビーバーが増えたらこっちに回して、今度は、こちら側ですね。にも植えていこう。もうじゃんじゃん植林するよ。そうか。そういう意味で言うと、丸太置き場ももう作っといた方がいいね。はい。ここに。2つ、3つ。こんだけあるといいか。すごいね。これはすごくないですか。はい。こんな感じで。これで、1個180置けるから、6個あるので、1080? すごいね。しばらくはこれで十分でしょう。よし、干ばつ始まりました。17日ですね。うん。まあまあいいでしょう。全然だよね。今回も余裕なんじゃないですか？さあ、干ばつを意にも介さず、街づくりを進めていきましょう。よし。出来上がりましたよ。はい。超丸太置き場、完成です。1000本以上の丸太を格納可能だ。そしてこちらはこちらで頑張ってメープルを今一生懸命植えていますね。じゃあ反対側にも詰所1個作ろっか。はい。お、いい感じで優先度機能してるね。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。素晴らしい。あ、寝るなそこで。まあいいや、今度反対側じゃあ作ろうか。これさ、から道をこっちに伸ばしたら、いけるかな端っこまで。はい、また、こうやって、一個ずつ、優先度をつけると。よし。こっちの方にも、メープルを植えていこうか。いいね。たっぷり。トッポのように端っこまでたっぷりだ。で、そろそろバラックも作りたいな。
ここの高台に乗って、この奥にバラック作ろうか。ここはテラスハウスだらけにしようか。一番奥にまず二つぐらい作っとこうか。繁殖ポットも一個作っとくか。はい。やっぱり水位が減ると、遠いところから枯れてくるんだな。なるほど。まあ、しょうがないっちゃしょうがないんだけどね。乾いてしおれてしまうまで14日だから、まあ、完全に枯れるところまでいかないですね。はい、繁殖ポートできましたけれども。そっか。ベリーがないのか、ここ。ベリーも配給しましょう。よし！スーパーロングダム。3ブロック目、完成ですね。おぉ、頼もしい！すごいな！これはいいぞ。これで溜まれば、ここの高さまで来るから、この辺りも全部水没しますね。だいぶ蓄えができるね、これで。爆薬もね、足りなくなってきたから、できればね、また、エンジン全部稼働させたいんだけどなぁ。どうかなぁ。もうちょっと待つか。ここの、あーすごい。あ、がっつり枯れちゃってる？あーらららら。まあ、しょうがない。あと、2日半待ちましょう。ここのね、ビバ盛りのさ、丸太が取れ出したら、エンジン稼働させよう。よし。ロングダムを深くしよう。ファイヤー！うーい。はい。17日の干ばつ終了。うん。大丈夫でしたね。まあ、ちょっとね、やっぱりね、水深が浅いとこは枯れちゃうよね。ここら辺とかね。ここら辺も深く掘った方がいいかな？はい。水が流れ出して、こちらの滝も復活して、そして、ここの水門開けよう。はい。ビバホームの方にも水を流しちゃってくださいよ。頼みますよ。はい。ロングダムに水がなだれ込んでます。さあ、今度はすごいぞ。めちゃめちゃ溜まるぞ、これ。おー、来た来た来た。すげえぞ、これ。まあ、ただね、ビバホームの、ビバの数って少ないからね、ぶっちゃけこんなに大量の水はいらないんだよね。はいはい、もうパンパンです。これ以上はやばい。かなり来ました。さあ、並々だ。これは素晴らしい。なんかアラブの皇族の、豪邸にあるプールっぽくない？ビバのダムだけど。すごいね。じゃあ水門は閉じましょう。ふぅ。いい仕事したなぁ。けど、ここを並々に溜めるのに、丸5日かかるんだね。これ以上大きくしたら水たまに切らないな。次の干ばつまで。さあ。サイクル14の干ばつです。来てしまった23日。これは、記録更新ですね。さあ、今回は手強いぞ。といったところですが、次は次回やっていきましょうか。今回はね、ロングダムをさらに高く、さらに深く、しました。これは頼もしいでしょう。ね。うん。ね、そこをね、浅いところもね、爆薬を今、置いてね、深くしようとしております。そして、出来上がってきたね。はい。新地区、ビバ森。ここは、メープルをたくさん植えて、他の地区に丸太を供給する役割ですね。今後ね、もっとエンジンをいっぱい使うようになるから、大活躍すると思います。はい。干ばつ23日、ついに記録更新、来てしまいました。
さあ次回ね、今あるこの限りある水資源でなんとか頑張って乗り越えていきましょう。はい、よければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。